ないでしょうか。日本に半分、海外に半分、一体いつ日本にいるのか、海外にいるのか、全く消息がつかめません。そのヒットはもうワールドクラスといっても過言ではないでしょう。フロムスタンザよりユキコ拍手。すごい。